ポストペットはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社が販売していた電子メールクライアントおよびそのキャラクターが登場する作品の総称。略称はポスペ。単なる電子メールの送受信機能にとどまらずソフトに内蔵されたペットによるメール配達、ペットの育成、コミュニケーションなどが可能で愛眼メールソフトとも呼ばれた。V3 まで及び ウェブメールでマイナスは電子メールクライアントだが、4U はソーシャルメッセージングクライアントとして開発。Now はツイッタークライアント、ポストピートバーはスマートフォンアプリとして開発されていた。その他にゲームとして携帯電話アプリ、ポストペットパラダイスや Nintendo DS ソフト、ポストピートズ夢見る桃と不思議のペンがある。桃子桃は、 ソネットやソニー銀行のマスコットキャラクターとしても活動しており、ソネットの随所で桃が登場するほか、ソニー銀行ではポストペットのデザインが施された口座管理サービスマニキットポストペットやキャッシュカードもある。携帯電話向けメール専用端末ポケットポストペット開発者の八谷和彦が見たテディベアがメールを運ぶという夢がアイデアになっている。 また、ジョジョの奇妙な冒険パート4ダイヤモンドは砕けない第4部に登場するスタンドハーベストから着想を得たとも述べている。ペットは切手の精霊という概念で大切な人とコミュニケーションをするために使うというコンセプトの下で作られている。イベントなどに登場する着ぐるみ。1996年に登場。通称、生桃。 生桃ファミリーの中でも、桃妹がポストペットの桃に相当する役割を、担っており、CM やイベントなどで活躍している。生桃ファミリーの見た目がほぼ同じで、違いはごくわずかであるため見分けづらくなっている。桃妹は、日本対岸協会、中華民国乳がん病友協会のピンクリボン運動、東京都乳がん検診普及啓発事業の、イメージキャラクターを、 長らく担当している。この他にも、ももりん、もこ漁師家などがいる。ポストペットのキャラクターを、20代女性向けにデザイン、し直したもの。電子メールクライアントのポストペットとは、世界観がやや異なり、切手の精霊ではなく、利用者の日常を生活の中に溶け込んで暮らす妖精の、ような存在として定義されている。2013年公開。これ以降、 ウェブサイト、広告などでポストペットのイラストが使われる場合は、モアモモのデザインが使用されている。ソネットの宣伝用キャラクター。2020年7月21日に公開。モモを擬人化したキャラクターで、西条モガが演じている。24歳の OL で、ガジェット好きなオタク女子という設定。専用の Twitter、Instagram のアカウントよび YouTube チャンネルが、 公開されたほか、岡本図とのコラボレーションによるバンド岡桃 S を結成し、岡本図書き下ろしによる楽曲、アイアムモノを歌うウェブ動画も公開されている。マニキットポストペット、ソニー銀行、ソニー銀行株式会社、ショーダエミ、アスキー .jp、マルチメディアグランプリ97発表通称産業大臣賞は、ポストペットに、 アスキー .jp1997 年11月26日、角川アスキー総合研究所、電子メールソフト。ポストペットが、Windows CE に対応。PC ウォッチ、2012年8月31日、閲覧。ソニー、バイアボイスに対応し、音声で操作できるポストペット。 PC ウォッチ1999年7月27日、インプレス、ソネット、カシオ、ドコモラ、ポストペットセニオ端末を開発。4月12日より発売、インターネットウォッチインプレス。2000年4月4日、ウェブメールでポストペット終了及び、仮想通貨、スマイル販売終了のお知らせ。2013年9月8日閲覧。株式会社ゲームポット。 株式会社ゲームポッド、ポストペットタイプ M の運営を決定。GMOGP 株式会社、GMOGP 株式会社、2008年5月8日、ソ、ネット、ポストペットキャラクターの RPG 風スゴロク、i モード、ヤフー携帯、ポストペットパラダイス、ゲームウォッチインプレス、2008年5月26日、ポストペット4入大切なお知らせ。 八谷和彦、ポストペットの新タイトル、ポストピートバーを作ります。ホーム、キャンプファイヤー、蜂谷和彦、ポストペットの新タイトル、ポストピートバーを作ります。活動報告、キャンプファイヤー、ポストペット号公式ポストピートバーのこと。ノートペットワークス、2020年9月2日、ポストペット号ポストピート号のツイート。2020年4月8日閲覧。 ポストペット号を開発中メールではなく、位置情報ゲームでもなく、メッセージアプリで。イティメディア、2020年4月8日閲覧。今注目のメールソフト、ポストペットで遊ぼう。インターネットウォッチインプレス。1997年10月13日、アーティストの八谷和彦さんが、ゲスト講義で来校。工芸ピープル、芸術学部漫画学科ブログ。 東京工芸大学。2019年2月6日閲覧。月刊ポストペット通信1月号。ポストペット。ソネット。2002年8月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年7月30日閲覧。三河夏よ、も,もちゃんお帰り。VR 開発を機に振り返るポストペットの今までと、これから、かける株式会社オプト。 2017年11月28日生桃紹介ポストペットオフィシャルサイトソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社2018年生桃兄のホームページピンクリボンフェスティバルの歴史ピンクリボンフェスティバル公式サイトピンクリボンフェスティバル運営委員会ピンクリボン活動ポストペットソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 ソネットコナコーシ体活動愛波大使もも響き、当たる乳願望、おさむ、ソ、ネットソ、ネットエンターテイメント台湾ハット、東京健康ステーションピンクリボンイン東京、東京都福祉保健局東京都福祉保健局、日本語で安心。ソネットで、インターネット、台北ナビ株式会社台湾ナビ、2014年2月18日、ソナーネットワークコム、ソニーネットワークコミュニケーションズ、 ツイッターより2019年10月7日閲覧。モアモモキャラクター制作以下株式会社以下、そう、ネットブランドサイト。ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社。2020年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月11日閲覧。西条もが岡本図新バンド、岡本 S デビュー 岡本塚書き下ろし楽曲メガボルト公開がんばらなくて、いいシュールな応援ソング、くま耳姿で歌う、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社。 https://prtimes.jp//html/rd/p/00001272.0000196.html2020 年8月11日閲覧。最上もが、皆さん覚えてますかポストペット、桃への返信に、懐かしいの声。ふたまん。 h t t p s f u t a b a n e t j p a r t i c l e s 8 1 6 9 9 2 0 2 0年8月11日閲覧。ライフスタイル、ポストペット、桃 V さんが変身する、IT メディア、2002年10月16日2時46分 AM、更新。SNS 製桃ファミリーリアル桃ソネットの、 広報企画多岐にわたるため、詳細は、ポスペット公式サイトのリンク集のページを参照。ありがとうございます。